羊のショーンは、イギリスの1話7分のショートアニメ、アードマンアニメーションズ制作による、ストップモーションアニメーション、ウォレスとグルミットシリーズの中編映画、ウォレスとグルミット、危機一発、ウォレスグラマット・イン、エイクロース・シェーブに登場する、羊のショーンを主人公としたスピンオフ作品。人間の発明家とその相棒の犬が主人公だった、ウォレスとグルミットと違い、 羊のショーンは動物の目を通して見た世界を描いているため、劇中の人間キャラクターの言葉は英語どころか、言葉にもなっていない声として表現されている。動物たちも基本的に喋らないが、何かを話す際はこちらも視聴者にわからない音となっている。2007年3月5日より、英国放送協会の BBC1 と CBBC で放送されている。日本では、 2007年4月8日から6月24日まで NHK 教育で毎週日曜日の午後5時25分から3話ずつ放送され、後に2008年10月頃からは毎週木曜日午後7時に放送されていた。字幕放送を実施しているが、白色のみ使用、牧場主のセリフは基本的に、いや、などと表示している。2009年11月23日から BBC では、 第二シリーズが放送されている。日本では2010年10月3日から NHK、教育テレビで毎週日曜日の午前7時から放送され、2011年4月23日以降は、毎週土曜日午前9時から再放送されている。テーマ曲を石井達也と多藤シープスが歌う。2012年には、第三シリーズが制作され、日本でも2013年5月11日から、 e テレで放送が開始された。2013年には第4シリーズが制作され、日本でも2014年10月4日から、e テレで放送が開始された。2015年は羊年を記念して、イギリスで春に映画が公開され、日本でも夏に公開された。2015年には第5シリーズが制作され、日本でも2016年5月7日から、e テレで放送が開始された。 e テレでの放送は2018年11月に一旦終了したが2019年10月10日より毎週木曜日の午後7時15分で放送を再開した。また2020年1月16日より第6シリーズの放送が開始、小音声、ジャスティン・フレッチャー牧場の羊たちの一頭で若いオス。 普段こそ四足歩行で草を食べているが、牧場主の目がない時は二足歩行で、食事、趣味、トイレなど、人間と同じような生活を送っている。羊たちの中でも好奇心旺盛で頭の回転が、早く、様々なアイデアを思いつき実行する、リーダー役、周囲で起こる騒動に起点を聞かせた対応を見せ、牧場主をあざむく、テクノ音楽や、ディスコサウンドが好きで、 特技は首を一回転させること。面倒見が良く、幼いティミーの面倒を見ることも多い。同アニメに登場する羊の中で唯一頭部に毛があるが、暑い時やカツラをこむる時に、帽子のように取り外しできる。頭の毛をなくしてしまうと周りの羊は、ショーンと認識してくれず、ビッツァーもかろうじて気づくといったほど、バラで代用した際には、シャーリーに笑われ、 ナッツには激怒して追い回される始末だった。ビッツアートは幼少期から一緒に育った中で、普段はからかったりバカにしたりすることもあるが、実際は親友で彼が引っ越そうとした時には他の羊たちとともに全力で止めにかかっていた。ずんぐりとした羊たちの中で唯一スリムな体型をしており、風景が、料理、溶接に、車の運転など、 あらゆる分野において人間である、牧場主以上の器用さを発揮する。体を覆う羊毛にはファスナーが隠されていて、着脱可能になっており、赤いブリーフを愛用している。羊のショーンでの好きなキャラクターのランキングでは、第2位だった、ビッツァー製、ジョン・スパークス・ショーンたちを見張る、牧羊犬。体毛は黄色に近いオード色だが、第2シリーズでは、顔の下半分から腹にかけてと、 手足と尻尾の先に白い部分もあった。かなりの出っ歯かつ、よく目立つ、大きな黒い花をしていて、花は、押すと、ラッパのような音が鳴る。羊たちと違い、牧場主の前でも、当然のように二足歩行している。匂いで何かを探したり、投げられた棒や骨を追いかけるといった犬らしい行動を、取るときは、四足歩行になる。牧場主に対し言い付けを敬礼して受けるなどの、 中精神も見せ、そうだとサンドウィッチの弁当を食べる。また、青いニット帽や左腕の腕時計、右腕のリストバンドなど、人間的な送信具を身につけており、中でもニット帽は眠る時にナイトキャップと一緒に被り、奪われれば相手が牧場主でも激怒するほど愛用している。普段は、 牧場主に忠実で彼の機嫌を損ねないように働いているが仕事中はヘッドホンで音楽鑑賞か読書第3シリーズでは赤色の任天堂 3DS など時間つぶしにふけることも多くそれがあだとなってショーンたちの行動をたまに見過ごしている面倒な仕事を言いつかると羊たちに押し付けてくつろぐところもあるがそれで起こった問題の責任を すべてビッツァーがこむる羽目になることもしばしば。何かと騒ぎを起こすショーンたちには手を焼いているが、特に敵対しているわけでもなく、むしろ関係は良好。ショーンたちの行動を黙認したり、自分も参加することもしょっちゅう。特に、ショーンとは最も仲が良く、時には喧嘩もするが親友と言える間柄である。郵便局員を見ると怒って追いかけ回す悪い癖を、持っていたが、 ショーンたちの特訓で強制している。ショーンほどではないが器用で、特に楽器の演奏は非常にうまい。一方、バグパイプを鳥の一種だと思っていたり、ケーキにスパイスをかけてしまうなど、人間世界の知識には乏しい。犬小屋には窓とチャイムがついており、外観は彼一頭がちょうどといった大きさであるが、それ以上に広い内部を持つように描かれている。第60話、 ビッツァーのお家では、牧場主が起こした事故により犬小屋が壊れてしまい、ショーンたちが非常に大きい豪華な犬小屋をプレゼントしたが、以後の回ではなぜか元の犬小屋に戻っている。元々は牧場の近くにいた野良犬であり、ニット帽は牧場主の牧羊犬になった時に、牧場主からもらったものである。基本的に毎回登場するが、ティーミーのぬいぐるみなど、稀に登場しない話もあった。 羊のショーンの好きなキャラクターのランキングでは第3位だった。牧場主姓、ジョン・スパークス、ノーフとも名前は不明。ビッツァーに羊たちの世話を任せっきりの独身で少々ぽっちゃり体型の白人男性。どの強い眼鏡をかけていて外見からは目がわからない。かなり視力が低いようで、眼鏡がないと電話の受話器と間違えてバナナを取ったり、 かかしを人と間違えたりしている。かつてはアフロヘアーにしていたこともあるが、現在は頭の上部がハゲ気味また、そういればである。ネズミが大の苦手で、椅子に乗っている時にネズミが現れた時は震えて動けなくなり、悲鳴を上げていた。新しいもの好きだが、機械に強くない上に飽きっぽい性格で、思いつきで行動しては失敗を繰り返す。 ゴミはすべてショーンたちの牧草地の一角に集めていて、時にはガラクタの山から持ち出した道具や素材がショーンたちの作戦の役に立つことも、入浴時におもちゃの黄色いアヒルで遊ぶなど子供っぽいところがあり、シャワー中の鼻歌はオンチ。第65話でビッツァーをポーズモデルに一本の巨大な石柱からハンマーとのみだけで自分自身とそっくりな石像を掘り出しており、 彫刻の才能はある模様。いたずら好きのメイと兄弟とその妻がいて、彼らも揃って同じような丸いメガネをかけている。第5シリーズで双子であったことが判明し、留守にしている間はそっくりの兄弟の方に任せていたが、彼は牧場主とは正反対の性格で牧場主の動物を縛るようなことはせず、牧場主の家にも牧場の動物たちを招き入れた。 第2シリーズでは、ピンク色の髪のガールフレンドがいることが判明。彼女のために料理を作ろうとしたが、結局は失敗し、ショーンたちが作った料理をビッツァークと思い込んだまま、彼女に振る舞った。また、第3シリーズでは、羊の納屋をリフォームして彼女との新住居にしようと、計画し、設計図も描いたが、ショーンが設計図を変えてしまったために、中だけがリフォームされてしまいどんざした。 愛車は、錆びれた水色のランドローバー88シリーズ2のピックアップ。帰宅時や機嫌の良い時には音楽をかけて運転している。トラクターも同様に水色で、フォード製。こちらも錆が回っているが、ラジカセか音響機器をつけており、音楽を流せる。第25話、トラブルトラクターでは、このトラクターが故障し、ショーンたちに修理され、新品同様の外観となるが、 部品不足が原因で暴走し再び壊れてしまった。ショーンをはじめとする羊たちが人間のように動き回っていることにあまり気づいておらず、一方でビッツァーやピッツリー、いたずら豚たちが人間臭い仕草をすることは知っているので、ショーンたちのお手柄をビッツァーがやったと思って褒めたり、失敗もビッツァーやピッツリーがやったと思い込んで激怒する。沼からの訪問者など、 ビッツァー同様に稀に登場しない回もある。三匹のいたずら豚ショーンたちの牧草地の隣に住む豚たち。餌は残飯などのゴミだが、スパイスをかけないと食べないというこだわりを持つ。羊たちとはトラブルを起こすことが多く、羊が何かの拍子に豚の区画に飛び込めばと組合の喧嘩になり、ショーンの計画をたびたび妨害する。最終的には、 知恵が回りきらずにしてやられるような役回りだが、一方で、羊たちと、サッカーや、野球の試合をすることもある。猫のピッツリーとも、仲が悪い。第4シリーズでは、ショーンたちとリンゴで、アヒルの立ちのきの交渉を受けたが、コテンパンにされた。ウインナーソーセージを見ると、パニック症状を起こす。シャーリー製、リチャード・ウェーバー食欲旺盛なメスの羊で、 a ホームページで他の羊の3倍の大きさと紹介されるほど大きい。第3は、シャーリーのダイエットでは、あまりの重さに自力で動くこともままならなくなり、他の羊たちが押して移動している。この回では一時小並みにスリムな体型になったものの、バイを大量に運んでいたトラックに突っ込んで食べまくってしまい、あっという間に元の体型に戻ってしまった。第7は、 食いしん坊なヤギでは、ヤギが毛を食べたことによって、体の中心が空洞であることが発覚した。他の回では概ね自分の意志で移動しているが、意に反して、シャーリーの巨体を動かそうとするのは、ショーンやピッツァーは愚か、人間である、牧場主の力でも楽ではない。特に何かを食べている時は全く動かないため、扉の前に座らせて鍵代わりになったこともある。 目の前にあるものは何でも食べてしまう退職感だが、そのせいで食べ物ではないもの、食べてはいけないものまで食べてしまい、それがトラブルのもとになることもしばしば、喧嘩も強く、ピ・ツリーなどはあっという間に叩きのめしてしまう。羊たちの中には、毛の中に物を隠し持っているものがいるが、シャーリーはお金を、はじめ様々なものを隠している。時にはトランポリンになったりする迷惑役である。 キニーで塞ぐ。頭の毛はカーラーを外すとかなりのロングであるほか、ショーンのように取り外しができる。シーズン1と2で顔つきが異なっている。ツインズ星、サイモングリーナル文字通りの二人組で行動する羊。陽気で騒がしく冒険好きな性格から、ショーンの作戦に積極的に参加する元気いっぱいのコンビだが、二匹一緒にいればトラブルも2倍になる。ナッツ星、 アンディナイマン言う。群れの中でも変わり者。自分だけの世界を持っていて、稀に、群れ一同を混乱させる。第130話、リンゴが食べたいではくしゃみをして、ショーンに迷惑をかける。ヘーゼル星、エマテとかなり臆病なメスの羊で、小さなことでも簡単に飛び上がってしまうほど、いつも怯えているが、いざという時は勇気を出して行動することもある。上記の四匹は、第四シリーズ以降に、 名前が発表されているが、日本での字幕放送では用いられていない。そのため英語版でサブタイトルに名前が入っていても、日本語版ではサブタイトルが別名に変更されている。群れの仲間たち上に挙げた羊たちと違い極めて、普通の羊、明確な個性は描かれないが、顔つき等に微妙な違いがある。ショーンの計画に積極的に参加しているが、ピンチの時に、 ショーンを見捨てることがあるなど、白状な一面も持つ。第75話、狐の悪だくみにおいて、狐が変装した偽羊に対し、皆が揃って一目惚れしてしまったことがある。オウシ VS 羊など、群れの羊が一匹も出ない回がたまにある。スタッシュ第6シーズンより登場したリス。足が早くいたずら好きな性格。オンドリオープニングの冒頭に現れる。 狐に誘拐されてショーンとビッツァーに助けられ、クリスマスでは窓枠からチキンのローストを目撃した衝撃で失神するなど受難が多い。また、寒いのが非常に苦手。牧場に住んでいる者全員は、基本的に彼の鳴き声で起承する。メンドリ第十三話、ママはショーンに出演、ひよこたちの母鳥、ひよこ第十三話、ママはショーンに出演、ショーンを生まれて、 初めて見て母と思っているため、いつもどこでもショーンが行くところについて行き、彼をイライラさせる。また彼らはショーンの毛が好きで最終的に母親がショーンの毛でできた織物を着せてひよこをなだめた。ショーンと関係なくカモブへの音を聞くとつられてついて行ってしまう。いびきがうるさく、ショーンは一晩中眠れなかったほど、アヒルのひなも似たようなひよこである。 鶏に鶏,鶏小屋にいる鳥、羊とココナッツなどに登場。アヒル第1シリーズでは顔が緑色で、アイガモ増だったが、第2シリーズ以降は顔がフレッシュに近い色になっており、第4シリーズでは顔が首と一体化し、顔の色は体と同じか緑で首が白いものなど、外見にはいくつかパターンがある。 ビッツァーのサンドウィッチや羊の枕を盗んだり、言うことを聞かないなど小悪だが、ティーミーの蹴ったボール代わりのキャベツにぶつかって丸ごと飲み込んだり、第2話、みんなでバスタイムでは冷たいプールに入って凍ったりしている。第3シリーズに登場したアヒルはハンドバッグを持っていて、カモブエなどに釣られて、ヒヨコがどこかに行ってしまうと、原因を作ったものを容赦なく、叩きのめす乱暴な性格。 第4シリーズのアヒルはヒナを帰らせるために、ショーンたちの布団を奪い、ヒナが帰れば、ナヤを奪い、ショーンたちや豚たちでもかなわないという傍若無人な存在だった。デッサンモデルになるときに、体の皮を脱ぐアヒルがいたが、他のアヒルもできるのかは不明。ヤギ声、ジャスティン・フレッチャー羊たちの後ろ姿を見ては、興奮して追突してくる。第7話、 食いしん坊なヤギではショーンを引きずった状態で止められない草刈り機のように何でも食べてしまう。また、第10話、サタデーナイトショーンにも出演。実は入れ歯である。125話、ヤギの催眠術では目をじっと見ることで相手に催眠術をかけ自分と同じ行動を取らせることができるようになっている。大牛越え、リチャード・ウェバー第9話、ショーンの闘牛。第10話、サタデーナイトショーン。 第13話、ママはショーン第26話、ここ惚れ。メ名メに出演。茶色い牛。何もしなければ温厚なのだが、ショーンにいたずらをされたり、赤いものを見たりすると、すぐ興奮し、攻撃を仕掛ける。一旦暴れ出すと、牧場主を含め、誰にも止められない。第3シリーズでは、退職がオード職に変わり、顔も変わっている。小もぐら第18話、 ショーンのモグラ叩きに出演。ショーンをバカにするときは大胆不敵だが、母モグラに怒られて、いたずらをやめる。母モグラコモグラの親、カーラーをつけている。モグラ、卓球の試合などに登場。メガネをつけており、ヒゲが生えている。カエル、ピザが食べたい。と、羊になられ、に登場したかわず、ピザが食べたい。では、かかしの帽子の中に住みついていたが、羊に抜けられてしまい。 ショーンたちのポケットの中に入り、ポケットから出された後、ピザ屋の店員に気に入られた。ハリネズミ、ビッツアーのホイッスルなどに登場、ピッツリン生ジャスティン・フレッチャー牧場主のペットで、屋内で飼われている猫。意地悪な性格で、家に忍び込んだショーンたちを、牧場主に告げ口したり、チーターに化けて、羊たちを驚かせようとしたことも、意外と悪事へも働くが、 最終的にショーに出し抜かれ、彼らがやったことを全部自分一匹のせいにされて、牧場主に怒られてばかりである。シーズン1と2で、姿が全く異なり、第1シーズンでは、猫に見えない姿をしている。第3シリーズ以降は登場していない。彼もビッツァー同様、牧場主がいる前でも平気で二足歩行している。キツネ声、ガレス応援悪賢いキツネ。 ボンドリア・キミーを狙って牧場に現れるが、その都度、ショーンたちによって失敗に終わり、牧場を主に牧場の外まで追い回されたり、シャーリーにコテンパンにされる。第82話、羊とココナッツでは、鶏あるいは卵を狙って3度現れるも、メンドリが小屋から投げ捨てたココナッツを食らってノックアウトされた。126話、卓球の試合では、ショーンたちが、 卓球に夢中になっている隙に鶏小屋の卵を盗もうとするが、間違えてピンポン玉を盗んでしまった。ゴズ第6シリーズのガチョウのゴズに登場するガチョウ。ビッツアーの尻をつついたり、羊たちのサッカーボールを割っていた。最初は飛べなかったが、ショーンに飛び方を教えてもらい、飛べるようになった。雲、ショーンと雲に登場。どこに流しても別のところから現れてしまう。とても厄介な雲。 ビッツアーや群れの仲間を仰天させる、カラス性格の悪いカラス。カラス、なぜ泣くのでは、泣き声で、ショーンたちに迷惑をかけたが、風船の音が苦手なため、音に耐えられずに、帰っていった。カラスを追い出せでは、ビッツアーに対して煽っていたが、最終的には、かかしの変装を着せられた状態で、警察に捕まった、ショーンとカモブエにも登場している、エイリアン。 謎の訪問者などに登場。細長い緑の体に目玉が一つ。UFO に登場していることから高度な文明を持つ異星人だと思われる。燃料切れで牧場に不時期したのをきっかけに興味を示し、仲間が何度か調査に訪れている。一度、ショーンとピッツリーをさらい、調査しようとするも、機械のトラブルで2匹の脳を入れ替えてしまったことがあり。さらに、 小2階の牧場に住んでいる動物や、牧場主の脳まで入れ替わる騒動も起こした。ピザ屋の店員正常すぐ着発の73分けで、牧場主と同じようなメガネをかけている、白人青年。出演時の多くは街にあるピザ屋の店員だが、いろいろな職業を転々としているらしく、郵便配達員として牧場にやってきた時には、ビッツァーに追いかけ回された。第八は、ピザが食べたい。で、 ショーンたちが人間の格好をしてピザを買いに行った時には現金の代わりにポケットに入っていたカワズを渡すとピザを売ったことからカワズが好きなようである。ラムダイ75はキツネの悪だくみに登場した新しく牧場に来たオス羊、キツネに毛を全部取られるが最後はショーンたちと共にキツネを追い払う。ショーンたちの仲間入りにはなっているが以降は登場していないローラ星。 ソフィー・スミス、ショーンの恋に登場したメス羊。他の牧場のトラックから転げ落ちた。泥だらけのため、いやいやながらショーンが洗うと、長尾形のメス羊なった。ショーンと恋に落ちるが、ビッツァーが呼び戻した飼い主によって連れ戻されることに。しかし、ショーンの涙を見て、事情を察したビッツァーと仲間の羊たちにより、人形と入れ替えることで、ショーンの元に戻された。 ビッツァーの時とは違って成就したとも言えるのだが、以降は登場していない。メス犬、ビッツァーの恋に登場した、帽子、まつげなど細かいところ以外はビッツァーそっくりな犬。牧場の近くに来た、キャンプ客が連れてきて、一時期仕事に身が入らないほどビッツァーを夢中にさせたが、キャンプ客が連れて帰ったため恋は終わってしまった。老婦人、分厚い丸メガネをかけた老婦人、ピンク色の髪を、 パーマ状にしてあるが、普段は帽子を被っているため見えにくい。怒ると持っているバッグで相手を叩くことが多い。グルミット、ウォレスとグルミットに登場する犬。第4シリーズにてトロフィーとして登場する。本作はストップモーションアニメーション。とりわけ粘土を利用したものを指すクレーアニメーションという技法を用いている。登場人物たちの顔など主要パーツに実際に粘土を用いており、 その多様な表情を作り出している。1コマとはカメラで撮影する。ワンカットを意味する。本作では1秒に25コマを用いており、1日をかけて6秒の映像を制作する。これを150人のスタッフの手により、複数スタジオにて、同時並列でシーン撮影し、作品完成までの2時間を短縮している。日本では3話同時に放送するため、アイキャッチの映像の場合と異なる。 また話数は、第4シリーズ以外3で割り切れない数だったので、第3シリーズ以降が放送される前は、最後4話をまとめていたになり、アイキャッチが大幅に短縮され、エンディングは、なしが、第3シリーズの放送では、他のシーズンの話も混ぜ、第5、6シリーズではそのシリーズの1話目を3話目に持って、来るなど3話に調整するようになった。詳細は、小羊のティミーを参照ティミーを、 主人公としたスピンオフ作品。イギリスでは2009年4月から2012年まで英国放送協会の幼児向けデジタル放送局 CBVS で放送された。日本では2010年からディズニーチャンネルで2013年から NHK で放送された。ロンドンオリンピックを記念して作られた1話1分の短編アニメショーンたちが下級オリンピックで行われる。 様々なスポーツに挑戦する内容。全21話、2012年7月に、英国放送協会の子供向けデジタル放送局、CBBC で放送された。日本では2012年7月6日から、総合テレビと E テレにて放送されていた。Nintendo 3DS ダウンロードソフト、Nintendo ビデオにて不定期に配信された、1分程度のショートムービー。 3D 表示に対応している。第1話は2012年5月4日より配信された。2013年2月22日より、Nintendo 3DS のオンラインショップである、Nintendo eShop にて、有料配信が開始。前後間で1巻につき3話分を収録する。詳細は、映画羊のショーンバックトゥザ・ホームを参照。映画羊のショーンバックトゥザ・ホームのタイトルで、2015年7月4日に、 日本公開された。全世界での興行収入は1億600万ドル。日本での興行収入は5億7000万円。詳細は、映画羊のショーミューフォーフィーバー。を、参照、映画羊のショーミューフォーフィーバー。のタイトルで、2019年12月13日公開。施設一覧、編集、ありがとうございます。